出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。作り直しになってどうなるかと思ったけど、なんか良さそうかも。何言ってんの。団長があれだけ悩んで改良した設計図なんだから最高最強に決まってるでしょ。何をやっても完璧ですね。これなら絶対優勝間違いなしですよ。団長？最善を尽くしたつもりだ。君たちも尽力してくれた。だけど本当にこれでいいのか。本当にこれで多くの競合ファミリアやゴブニュファミリアに対抗することができるのか。団長、これがお前たちの作品か。神ゴブニュ。ああ、僕らの雪像だ。どうかな。あなたの忌憚のない意見を聞きたい。武の道だろうと創作の道だろうと目指すは究極。親友を知り勇者の名を冠するお前ならわかるはずだ。団長、大丈夫ですか？ここのところずっと雪像にかかりきりで。ああ、大丈夫だ。しかし、勇気が、僕はまだ何かを恐れているというのか。団長。はい、とっても可愛くできましたね。ベル君、今僕の雪像を可愛いって言ったかい？それってつまり僕のことも可愛いってことじゃないか？ベル様は雪像を可愛いと言ったのです。騒がしいエスティア様のことでは決してありません。
何を何ですか。まったく、団長が苦労している横で無邪気なもんね。楽しそうでいいじゃん。わー、雪だるまかわいい。ねえねえ、近くで見ていい？もちろん、いくらでも見ていってくれ。このベル君たちが一生懸命作った傑作をね。でも雪祭りで審査するのは神様たちでしょ。いくら子供に好かれたって仕方ないじゃない。違う、僕がやろうとしてきたことは結局物知り顔の大人に向けた打算だったんじゃないか。そうだ、子供が誰一人として僕らの雪像に見向きもしない。この現状がそれを証明している。これが恐れか。これほどの時間、これほどの労力をかけた雪像を壊す、それを団員に伝えなければならないこと。しかも僕自身、その後何を創作するべきか具体的なものは見えていない。あるのはこれではないという焦燥、まだ見ぬ作品を作らなければという使命感。神々も大人も子供も引きつけてやまないような誰も見たことのない作品、それこそが究極だとするなら、究極を目指すために僕は今の現実を壊すことが、団員の献身を無限にするのを厭わない精神を持つことが、団長！ヒラを呼んでください。団長を早くホームに。ここは何をやってるんだお前は。リベリア、ガレス、戻ってたのか。ああ、オラリオに雪を運び込んだらお主が倒れたと合図から聞いてな。こうしてはいられない。早く雪像の動くんじゃない。最後に睡眠はいつ取った。徹夜は創作家の情動、むしろ普段と違った観点を得るいい刺激ってね。
茶化すな。もしお前を心配する団員の顔すら見えなくなっているのであれば重傷だな。このように働き手であるみんなに心配をかけて、お前は本当に最良の仕事をしていると言えるのか。一度休め。創作のためというのなら、お前に必要なのは休息だ。芸術は知らんが、ものづくりの話なら疲労困憊でいいものができることなどほとんどない。フィン。分かったよ。アイズ、みんなに伝えてくれ。不甲斐ない姿を見せてしまってすまなかったと。それと、雪像は君たちの判断で仕上げてくれと。僕はさまざまな雪像を見て回って、多くの素晴らしいものをこの目に焼き付けてしまった。僕の発想だと、見たことのある何か、誰かの亜流にしかなりそうにない。誰も見たことのない作品、残念ながら今の僕にはどうあがいても新たな着想は生まれそうにない。土壇場で申し訳ないが、ここからは僕一人の力では。さあ、イエスさあ任せて。フィンの作品は私たちが仕上げてみせる。サボってんじゃないわよ。いいいい、あんたたち、団長が私たちを信じて任せてくれたのよ。ぬるいことしたらぶっ飛ばすからね。みんなで作ってる感じがする。うんうん、よし、みんなすっごいの作ってフィンを驚かせてやろう。これなら団長もきっと気に入ってくれるわ。あとは団長の回復を待つだけね。どうしたんですか、アイズさん。もしかして何か気に入らないところでも？ううん、みんなで頑張った雪像、いいなって。
私もウルガくらい気に入っちゃった。あ。そういえばここのところ食べる間も惜しんでずっと作業してましたからね。雪像もできたし、お祝いがてら美味しいものでも食べに行く？賛成！聖夜祭の前祝いだ！アイズ、何ぼーっとしてるの？行くわよ。うん。でも、もうちょっと見ていたいかも。そう。だったら、もう少し眺めてから来ればいいわ。アイズの分は取っておくから。ありがとう。じゃ、早めに来なさいよ。お兄さん、こっちだ！待てー！捕まらないよ！わーい！大丈夫？うん。だけど神様の雪像壊れちゃった。これとっても大切なものだってお母さん言ってた。壊したりしたらすっごい怒られるって。大丈夫だよ。私が直しておくから。あ、本当に？うん。私がフィンに頼まれてるから、任せて。お姉ちゃん、ありがとう！気をつけて、ね。まずは、壊れた場所を。あれ？なんか変かな。それじゃあこっち。あれ？あれ？あれ？しないようにしなきゃ。神様の眷属なんだ。ここだ。しっかりするんだ。フェルクは僕の子供だ。何だ。僕も承知しないぞ。悪く思うな。せい。うら。やるしかない。やったよ。思いついた。
石をなめんな。せい、せいところだ。こいつはどうだ。せい、悪く思うな。せい、うらせい、ほらよ。やるしかない。仕掛ける。ここだ。止め。せい、いたく。せい、こいつはどうだ。せい、自死をなめんな。せい、ほらよ。せい、止め。せい、止め。ほらよっと。でも食らいなさい。せい、ほらよ。せい、こいつはどうだ。アタック。せい、せい、うらっ。果実師をなめんな。せい、せい、ほらよ。悪く思うな。せい、止め。やるしかない。今年は随分力作が揃ってるらしいわね。審査委員長なんて面倒だなんて思ってたけど。これは審査しがいがありそうね。じゃあ早速審査始めちゃおうぜ。子供たちも待ちきれないみたいですさ。ええ、まずはデメテルの子供たちの雪像からね。ベールを外してちょうだい。うおお、こいつは見事な再現度。これぞデメテル。見ているだけで押しつぶされそうだぜ。下世話なとこばっかり見てるんじゃないわよ。細部までこだわって作ってあって、デメテルへの愛が深く感じられるとてもいい作品ね。
やっぱりすごい雪像を作ってきてますね。せやな。フィン、結局うちらの雪像はどうなったんや？それは見てのお楽しみさ。ロキも僕もね。は？どういうことや？あの、そのことなんだけど、ちょっと話が。ん？やっぱり本命になると熱気が違うわね。次はゴビニュファミリアよ。さあさあ、魂を震わす一作を見せてくれ。それ開けるぞ。なんだこれ。雪像がない。どういうこと？できませんでした。は？何度壊しても何度作り直しても親方の表情がピクリとも動いてくれなくて。すいません親方、親方が納得してくれそうな作品作れませんでした。俺はこいつらには最初から何も言っていないのだが。思い描いた理想が高ければ高いほど妥協は難しくなるか。職人なら誰しも通る道ね。だがこれはありだな。ああ、なんか面白いしね。うん。極東では無の境地といって、修練を突き詰めた先に無に至るという考えが。それに照らし合わせれば、ここにある無こそゴブニューファミリアの至った芸術とも言えるな。そういうもんなのかな。さて、これで残すはロキのところだけね。いや、やっぱオラリオ雪祭りは最高だな。ガネーシャが雪像から飛び出てきた時はマジでビビったけど。ヘスティアファミリアのチンマイのも悪くなかったな。ちびっ子たちが狂気乱舞だったし。アイズン、雪像がどうしたって言うんだ？実は。ベールを取るぞ！オープンザカーテン！都市最大派閥、ロッキファミリアの作品をご賞覧あれ！
ゆくり、なんでこんなしっちゃかめっちゃかになってるわ。こないだはこんなんちゃうかったやん。ごめんなさい、壊れた雪像直そうとしたらあっちもこっちもってなって。いやいや、どこをどういじったらこうなる。うちの原型とどめてへんやん。いや、これこそがロキだ。はあ、おいおい、マジかよ。まさか下界でこんなものを見られるなんてな。ええ、下界に中傷が、いえ、その雪像なんてものを作り出す子供がいたなんて。やはりあれたか、下界のアート界が面白くなりそうだ。わしにはようわからんが、あれはそんなに高い評価を受けるようなものなのか。さあ、私の見てきた芸術とも明らかに異なるものだ。だが、怖いよ。面白い。天界で恐怖の対象だったというロキの神聖、そして他者を楽しませるという道化の神聖、二律背反に近いと思われるロキの神聖を巧みに表現し、双方を感じさせるものには違いない。これこそがロキ。ロキを近くで見ていた子供にしか表現できないそのものだ。写実でなく、頭の中の要素を単純化し、簡潔な形でその印象のみを伝える。まさに誰も見たことのない究極。壊すべきは己の常識。親友をもってそれがなされた傑作。私は壊れた像を直そうとしただけで。顔を上げるんだ、アイズ。君の作り出した作品は世界に轟くべきものだ。イエッサー、オーイエー。優勝はロキファミリア。やってくれる。優勝したのはいいけど、納得いかん。全然プリティでもキュートでもないし。まあそう言うな。聞くところによれば神々でも評価が分かれるものらしいからの。そうそう、よかったじゃん。初出場、初優勝でしょ。アイズさんの才能が神々にも認められたってことですし。再現性は皆無のようだが。さあ、イエッサー、オーイエー。
メセナの第一歩はなった。この先は名実ともにさらなる飛躍を目指す。優勝で浮かれるのは構わんが、そろそろフィンの頭を雪山ででも冷やすべきじゃと思うが。それで元に戻るような弾ならいいがな。君たちに芸術を問おう。さあ、イエスサー、オーイエー。